はい、どうも今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、令和第2弾ということで、動画を出していきたいと思うんですけれども、今日はですね、ちょっとアドリブで使えるペンタトニックスケールのフレーズということで、一つのフレーズを紹介していきたいと思います。まあ、僕は結構そのレッスンをやってて、アドリブを教えてくださいとか、アドリブ弾いてみたいですっていうような声が結構多いんですよね。で、いろんなフレーズを教えていくんですけれども、まあ、一番、生徒に伝えていることは何かというと、まずは細かいフレーズをたくさん覚えましょうっていうようなことを教えています。一曲丸ごとね、コピーするっていうのももちろん大事だと思いますし、音楽理論的なことを、ね、勉強することももちろん大事だとは思うんですけれども、できればもうフレーズごと、もう1小節ずつのフレーズも本当に2拍分のフレーズだけでもいいと思うので、そういったフレーズをたくさんコピーしましょうっていうふうに言っています。で、なんでかっていうと、結構これはですね、英語と似ていて、英語もいろんな文法を覚えているとか、いろんな文法を覚えることで英語が話せるかといったらそうではなくて、どうやったら英語が喋れるかというと、いろんな単語、まあ、あと理解、英語を理解するかというと、いろんな単語を覚えておくと、やっぱり英語も、まあ、話せるというか、相手に伝わる英語になるっていうふうに言われてると思うんですけれども、なので、ギターでいうこのアドリブに関しても、フレーズも、英単語っていうような形で僕は考えています。なので単語を覚えるイコールギターのフレーズをたくさん覚えて、細かいフレーズをたくさん覚えて、それを自分なりに連結させてみようねっていうような教え方をしています。なので今回紹介するフレーズも本当もう少しのフレーズなんですけれども、これをぜひいろんなところで組み合わせて、使ってもらえたらなと思います。で、今日紹介するフレーズは僕のとっても尊敬する、まあ、ビーストの、松本隆弘さんですね。松本さんがよく、使っているフレーズなんですけれども、まあ、チョーキングですよね。で、あの方はやっぱり表現力がすごい上手い、ギタリストだと思うんですよね。チョーキングのピッチであったり、チョーキングのやり方であったりだとか、そういったところが非常に勉強になると思うので、僕もかなりあの方からはいろんなフレーズを勉強させていただきました。で、今日紹介していくフレーズは、Em ペンタトニックを使うフレーズになっておりますので、ぜひチェック、またコピーしてみてください。ではじゃあ弾いていきましょう。で、Em ペンタトニックですね、おさらいです。ここです。あとはまあ開放弦から始めたわけですね。で、チョーキングできるポイントっていうのは3弦と14フレート、2弦の15フレート、1弦の15、ここを組み合わせたりして、なんかまあいいのね、ペンタトニックスケールのフレーズが。みたいなフレーズをやったりしていくわけなんですけれども、今回弾いていくのはこんなフレーズです。できれば多分ね、フロントにするとなんかいい感じになると思います。このフレーズ、これです。ちょっと複雑なフレーズだと思いません？こんなフレーズになっております。やり方としては、まあ、タブ譜も貼っておくので見ておいていただきたいんですけれども、1弦の15フレットをまずチョーキング、これですね。で、1弦はチョーキングをするんですけれども、その時に同時にチョーキングしたこの薬指の手が2弦の15フレットも同時に上げます。ここ分かります？2弦の一緒に今上がってます。で、1弦の15をチョークアップしたら、次は2弦の15フレットをピッキングすることによって、で、チョークダウン、2弦をチョークダウン、1弦をチョークアップして、その次で2弦のチョークダウンをしちゃうというフレーズ。で、2弦の12フレットで、最後に2弦の15フレットを貯金、これです。意外
しっかりできるかどうかっていうのが結構ポイントになってくるのかなっていうふうに思います。で、前にも話しましたけれども、チョーキングっていうのは指の力で伸ばすんではなくて、なるべくこの手の形は一緒のままこのまま上げるイメージ、ドアノブを回すようなイメージですよね。ドアノブを回すようなイメージでチョーキングするので、そうすると結構滑らかなチョーキングになるんじゃないかなと思います。こういうのを組み合わせて自分なりのフレーズ、アドリブフレーズを作ってみてもらいたいかなと思います。これよくね、ジミー・ヘンドリックスとか、あとはそれこそビーズの松本さんをめちゃくちゃやってたりするので、まあ、ブルースフレーズとも呼ばれているんですけれども、ぜひコピーしておくと、アドリブにも使えますし、自分のギターソロを作ったりする時でも使えると思います。ぜひ頑張ってコピーしてみてください。ということで、今日はですね、ペットトニックスケールを使った、チョーキングフレーズ、短いフレーズということで今回は紹介させていただきました。少しでもためになったなと思ったらぜひ高評価の方よろしくお願いします。あとは、チャンネル登録の方もこちらの、ボタンをポチッと押していただけると嬉しいかなと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。